十八番細田正之君の一般質問を行います。はい。十八番。十八番細田正之君の質問を許します。登壇願います。え、私はあ二点について、えー、一般質問を行いたいと思います。えー、まず。 1> 第1点ですけれども学校給食費の無償化について質問をいたします網町でも令和5年度7ヶ月今年の3月まで義務教育費の無償化が行われました県内10市町,村の市町村が令和6年度無償化を行っております 阿見町の小中学生4108人の無償化は1億8000万の予算で可能です。阿見町でも保護者の負担軽減、義務教育無償化のためにも行う必要があると思いますが、いかがでしょうか。現在、給食費1か月。 小学生4100円、中学生4 5五0円を取っております。義務教育無償化の観点からも、早急に負担軽減すべきではないかと思います。現在、学校給食無償化の県内自治体は、 小中無償化16、中学生のみ4の全体で20自治体が行っております。これは県内44市町村の半分程度の自治体がすでに無償化を行っていることになります。近隣 自治体では小中無償化土浦市、稲敷市、河内町、利根町、中学生のみ牛久市と県南の網町、三保村を除いてのすべての自治体が無償化を行っております。県南の財政力指数を比較しても 網町0.89で県内7位、土浦市8位ですべて無償化を行っている市町村は財政力指数は網町以下です。ちなみに、町はで、 44市町村のうち43位の財政力指数です。これらのことは、阿見町が財政力がないから、無償化は難しいということにはならないのではないでしょうか、阿見町で無償化が進まない原因をお知らせください。 以上で一点目の質問を終わりますただいまの質問に対する答弁を求めます教育長滝原修一君登壇願いますおはようございます一般質問第一に引きよろしくお願いします それでは、細田議員の学校給食費の無償化についての質問にお答えいたします。学校給食費無償化の県内自治体の状況は、16、市、町で小学生分を、4、市、町が中学生分を実施しております。当庁では、地方創生臨時交付金を活用して、令和4年度に12月から3月の4か月分、 令和5年度に9月月月から3のの7ヶ月分の学校給食費を無償化ししてままいりました今年度は従来の第3子以降、無償化を継続していくとともに、物価高騰に伴い、食材料費に一般財源を充当することで、学校給食費を据え置き、保護者負担の軽減を図っているところでございます。 給食費を全額無償化するためには、今年度の小中学生分で約3800人、合計1億7000万円が必要になります。このうち、第3子以降無償化は約300人、約1500万円の見込みです。令和7年度は、第3子以降無償化を継続しながら、対象者を第2子以降にも拡大する予定です。 このことにより、新たに小中学生約900人が対象となり、給食費に換算すると約4000万円、全体の23%程度が無償化の対象になります。学校給食費の全額無償化につきましては、今年度約1億7000万円が必要になり、今後も同程度の財政負担が毎年生じることから、 今のところ難しいと考えておりますえ、今後町の財政状況や国や近隣自治体の動向等を勘案しながら、さらなる無償化の推進を推進を検討してまいります。以上でございます。 十八、はい、番,番田君え、ただいまの教育長答弁では、あの一番最後、まあ、難しいというお話がございました。え私は、まあ、教育長もあの教あの、県南の無償化全体で、二十自治体というのは認めております。 しかし、私が質問したように、難しいというのは、お金が間に合わないというふうに私は意味を取ったんですが、質問の中でも、阿見町の財政力指数は、茨城県7位ですこれは44市町村のうち、早く言えば、上位もいいところなわけですよね。 でその上位の財政力がある阿見町で難しいという答弁は私は納得できないと思います。もう少し難しい理由をきちんと財政的にどうなのか再答弁を求めます。でまた今網町はは、まあ、人口では 去年の12月、5万人を超え、市政施行を間近に控えております。そして、今、網町で人口が増えているのは、本郷1、2、3地区、荒川沖駅に近いところでございます。そこへ入居している人は、ほとんどが若い人でございます。これらの人は まあ分譲住宅を買っているわけですけれどもおそらくほとんどローンを毎月払っておりますでそういう点でその若い人新しく入った網町民に対して給食費無償化をしてあげるということは家庭の負担を軽くする上で 私は必要不可欠だというふうに思っております前段の質問でも阿見町より財政力低い周りの町村がすべて無償化しているわけですで阿見町が教育書の答弁で難しいということを言いましたけれども難しい理由をはっきりと説明していただき,いた,だきたいと思います以上です ただいまの質問に対する答弁を求めます。教育部長、木村勝君。はい、はいえー、お答えいたします。えー、まずあの、財政力指数、網ちが第7位というお話がございました、えー。令和4年度、令和5年度の財政力指数をこちらでも確認したところ、 議員がご指摘されましたとおり神町は県内で第7位となってございます、えー、しかしまあその中身をもう少しあの順位を見てみたんですけれども、えー、当庁より財政力指数が上位の6実態を見たところ全額無償化しているのは上須市のみでございました 他の上位ご自治体、具体的にはつくば市、ひたちなか市、鹿島市、守谷市、東海村でございますが、この市町村におかれましては、給食費の無償化は実施されておりませんという実情もございます。<laughs> まあ財政力指数とその給食費無償化というものが一概に関連しているかどうかと。 ということは、今のところからあるところでありますけども、えー、まあ議員がご指摘されました、阿見町でなぜ給食品の無償化が進まないのかということについてでございますが、阿見町でもあの平成26年度から第3子ではありますけれども、給食品の無償化を始めておりまして、今年度で10年目を迎えております。 その中では、第3子ではありますけれども、対象者を令和2年度から拡大して約1.8倍、また教育長からの答弁でもありましたけれども、来年度からは対象者を第2子にまで拡大をして、約3.8倍にさらに拡大する見込みでもございます。 議員がご指摘されているような全額を無償化にするということについては、直ちにということはまあ難しい状況であるんですけれども、それぞれの市町村の実情に合わせて、各市町村がこの給食費の無償化については、知恵を絞って、それぞれの方策で対応しているものだと思っておりますけれども、阿見町の場合は、中学生だとか、その 年齢によって無償化にするだとかそういった自治体もね中学生は無償化にしているとかそういう自治体も事例としてはありますけれども、えー、網見町としてはそのお子どもが多くい世帯第三子から始めましたけれども来年度は第二子に、えー、拡大するとそういうようなあ、まあ、子育てに、えー、ねご苦労される保護者あのお観点からもそういう子どもが多い世帯 を無償化にしていくという方法で、えー、拡大を進めておりますので、えー、ご理解いただければと思います。以上です。十八番細田正之君。えー、私はあの先ほど申しましたように、えー、まあ義務教育無償化、負けるの負担を軽くすると。 という観点からすれば私は、まあ、毎年少し少し無償化するよりはきちんと無償化をしてそして、阿見町の特徴をもっと出すべきだというふうに思います。であのまあ、周りの自治体はさっっき言ったように 無償化が進んでいるわけですから、これは阿見町も見習って無償化にすべきだ、でそうすることによって、阿見町の魅力が一つ増えるのではないかというふうに考えております。えーまあ、教育部長の答弁では 暫時やっていくんだという話ですけれども県南の茨城県内ですよねあの人口が増えているのは県内北の方の人口増えたら比べても安見、まあ、町をはじめつくば市とか守谷市が人口増えているわけですけれどもそういう人に もっと網町に身を向けてもらって網町がより良いまあより良い住みやすい町にするためにもまあケチケチして1市2市3市なんて言わないで今年度から私はやるべきだというふうに考えております。 この点については、教育部長よりもむしろ、千葉町長の決断が大事なのかなというふうに思っております。そういう点では、教育長教育部長の答弁がありましたので、千葉町長はどんなふうに考えているのか、質問したいと思います。 ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長千葉茂君。はい、以上。はい、お答えいたします。えー、まあ、ケチケチという,ような話がありましたけれども。まあ、私、えー、就任して七年目になります。まあ、一年目に第三子の無償化ということで。二期目の公約で、えー。無償化を拡大ということで、第二子にと。いう,ようなことで公約を。果たしていこうというふうに思っています。 まあ最初就任した当初無償化をしたいなというふうに思っておりましたけれども、まあその当時で2億2億円ぐらいかかるということでございます。これはあの毎年かかる話でありまして、まあ大変な金額になります。で、その中でもやらなくちゃならないこともたくさんございまして、今あの言われた子育て世代への政策ということになりますと、医療費の無料化であったり。 それからランドセルの無償配布であったり、それから第三子の出産祝い金であったり、この辺では子育て支援についてはかなり良い状況ではないかというふうに思っています。今ご指摘のですね、本郷地区の子育て世代の方々に移り住んでいただいているのは、そういった子育て世代の政策がしっかりと見ていただいて、移り住んでいただいているというふうに思っております。まあ、基本的にはですね、 私はこれ、あの、県の市町村会でもですね、国に陳情しておりますけれども、国がやるべきことではないかというふうに思っています。基本的に先ほど財政指数ありましたけれども、7つのうちで6つ、5つですか、やってないということになりますと、やはりその財政だけではないんです。やはりり今回だって老朽化対策でかなりの 費用が必要になっていますしこれからやらねばならないことたくさんございますまあ、職員の地域手当等も網町はゼロでありますのでそういったことについてもしっかり考えていかなきゃいけないというふうに思っていますその中で少しずつこうやってきた中で、えー、今回第2試を終わりにすれば、えー、1億2千万人の金額でこの次は無償化にできるのではないかというふうに思っておりますので まあそんなに遠いことではないと思いますけれども、今にはすぐにはできないということでございます。以上です。十八番細田正幸君。まあ,あ町長の答弁でも無償化はまあやらないということは言ってないわけですが、今までの無償化やってきた中で残り一億二千万あれば。 無償化ができるわけでございますので、まあ、私は早急にやったらいいというふうに思いますけれども、まあ、町長もやらないわけではないという答弁ですので、遅くとも令和7年度からは、無償化の方向で検討していただきたいというふうに思います。 ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長千葉茂君。はい長、えー。ご答弁いたします、えー。令和7年度という期限はこれはなかなかできません。はい。今回の私の公約はですね、二期目の公約で第二次ということでありますので、その後のことについては確定ではありませんのでここではお約束はできません。しかしながらまああの世の中の流れがですね。 給食の無料化の方に行ってるのではないかなときっと国の方でもこういった声を聞いていただけるのではないかなというふうに思いますので声を大にして、えー、要望していきたいというふうに思っています以上です十八番細田雅之君、えー、まあ町長もお国の方へ要望していきたいということですので、えー、なるべく早く、えー 系の負担を軽くするために頑張っていただきたいと思います以上で1点目の質問を終わります次に2点目の質問を自席から行います君原小学校のトイレを洋式に変えるべきではないかという点でございます 現在、君原小学校の教職員のトイレは、洋式化されておりますが、児童のトイレは和式のままでございます。早急に洋式トイレに変えるべきではないかというふうに思います。教育委員会の資料でも、各小中学校トイレ改修は、 旧町内小学校のうち、君原小学校、阿見第二小学校を除いて、令和2年度までにすべて、様式改修が終わっております。現在では、一般家庭でも、様式トイレがほと,んではほとんどではないかと思います。早急に 子どもたちの様式化のためにまだ未改修の君原小学校和美第二小学校を他の7つの小学校のように様式化トイレに早急にすべきだというふうに考えておりますが。 学校、よあトイレ様式化について、執行部の方は今後どのように考えているのか、答弁をお願いいたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。教育長、立原修一君。はい。君原小学校のおトイレを様式トイレに変えるべきではないかと。 質問にお答えします君原小学校は各階に男女のトイレがあります1階が教職員職員用来客用児童用を兼ねており2階3階が児童専用となっております便器の数は現在1階大使トイレに洋式2機1階女子トイレに洋式4機和式1機 2階、男子トイレに、洋式1機、和式1機、2階、女子トイレに、和式1機、洋式4機、3階、男子トイレに、洋式1機、和式1機、3階、女子トイレに、洋式1機、和式4機となっております。君原小学校は、令和2年度から、小規模特任校制度を導入して、導入し、令和 7年度までの6年間という期間を設けていたことから工事計画を見送っておりましたえ今年度令和8年度以降の木原小学校の小規模特任校制度等が継続するかどうか詳細が決定する予定ですのでその後に改修工事の計画の見直しを図ってまいりたいと考えております以上です 18番細田君あの、君原小学校は小規模特任校で、今来てるわけですけれども、今、教育長の答弁で、小規模特任校を令和8年度ですか、それ以降、続けるかどうか、それが決まってから、まあ、様式も考え。 るという,うな話ですけれども現在あの金原小学校に通っている子どもたちの父兄の要望アンケートを取っておりますで、それによりますと金原小学校を継続してもらいたいという父兄のアンケートは94%が小規模校で継続してもらいたい いいうアンケート結果でございます今、君原小学校については、各、まあ、集落ですねで、集落の区長さんを通じて、集落の希望を取るということで、今、アンケートの準備をしております。 おそらく小規模特任校を引き続き継続してもらいたいという要望の結果が出ると思いますそういうことを考えれば継続希望が出た時点で今和式の2階3階の 勉強は子どもたちのためにも他の学校と同じにするためにも早急に私は様式化の計画を持って考えてもらいたいというふうに思っております。でおそらく小規模法のの継続とといいう結果が出ると思いますので そういう点きちんと出たらトイレもその時点では式をすべて子どもたちのために様式化に変えてもらいたいというふうに思います執行部としてどう考えているのか再度答弁をお願いいたしますただいまの質問に対する答弁を求めます教育部長 お答えいたします今、議員の方からもお話がありましたとおり、君原小学校につきましては、令和8年度以降の小規模特任校制度の継続について、今、まさに地域の方たちの相意をまとめていただいております。 その地域の相違によって継続する要望が大きければ今後学校再編検討委員会でそれならばいつまでどの期間どういう条件で小規模特認校として継続されていくのかということが検討委員会の中で審議されることになります。そののの検討委員会の審議の経過もきちんと 見極めながらではありますけれども今議員が言われましたようにトイレ様式化の要望はきちんとこちらとしても受け止めております現在は小学校としての継続がこれから決まっていく途中でありますのでその結果を踏まえまして適切に修繕工事の計画を見直してまいりたいと思っております以上です え今の教育部長の答弁で、まあ、継続が決まったら見直していきたいというような答弁だと思いますが子どもさんたちは1年で上級クラスに進学して6年生はいなくなるわけですよね。 そういう点で私は、木村小学校が継続ということが決まった時点で、登流の改修は直ちにやってもらいたいというふうに考えております。その点、実行できるかどうか、再度答弁をお願いいたします。 ただいまの質問に対する答弁を求めます。教育部長木村勝君、はい、お答えいたします。えー、まああの先ほどお話し,しましたように、えー、これから検討委員会の中でどのような地域の要望が大きんでパということになりますけれども、その中でのお話し合いを含めてで。えー まあなるべく速やかに要望としては受け止めておりますのでできるようには考えていきたいとは思っております。よろしくお願いいたします。十八番細田正之君、えー、教育部長の答弁で、えー、いわゆる再継続がまあ決まればまあ速やかにやっていきたいというような答弁ですので。 えー、決まったらあ早急に予算化して二回三回のトイレの様式化をお願いして、えー、私の答弁を終わりたいと思います。以上です。これで十八番細田正夫君の質問を終わります。